皆さん、またお目にかかりました。デモンストレーターの田原英一です。今日はインタービーの搬入日ということで幕張メッセに来ております。ここ健康的なブースなんですが、会場の周りをぐるーっとこうやって見ていきますと、後ろここにですね、ホール8とありますね。ホール8というのが幕張、海浜幕張の駅から歩いてきた通路の一番駅側というところにあります。中央の入り口からはやや遠いんですけども、駅から直接入る方の入り口からだと近いといった場所ですね。そしてあの上の方のエスカレーターの上のところから入ることができますから、このように降りてきてここにすぐ着けるという場所です。でね、まあこうブースまだ施工中で何の機材も来てないんですが、ちょっと離れてみますとね、ほらここにジーウンのライティングの模様が、まああの模様というか、こういう風なイメージの写真がありまして、ここですね、ここにステージがあって、ここにモデルの羽田綾音さんが登場するというところですね。まだ全然室内ができてないんですが、こういった感じでブースを構成しておりまして、あとですね、こちら移動していきますと、まあ、自由のライティング関係、この辺に大きいのを飾るかなというところと、あとレンズベビーオムニですね。ここが、まあ、連日今井忍先生、三崎優先生や早坂香乃先生が立つという場所で、ここを曲がった先にこちら側がサムヤン関係ということで、まだサインが貼られてませんけども、ここに春風数字先生が立つということで、私自身はこのサムヤンコーナーからレンズベビーコーナーあたりをうろうろしているといった感じで、当日、まあ明日から3年、3日間ですけどね、立っている予定です。まあ、こういう具合で、あとぐるっと一周回りますと、反対側にダイワのマイクポール、カーボンの、カーボンのポールがありますね。あとマイクブームポールということで、ポール関係の展示というところになりますし、あとこちら側がジールンのジンバルといった感じの展示になりますね。この一周ぐるっと回ったところが健康的なブースということで、これから展示品が運び込まれて展示をしていくということなんですね。はい、どんどんブースが出来上がってきますね。今ダイワのロゴサインと健康フィルターズツワイストキナーという、こういう風な、これはロゴのサインですね。これ昨日パネルに貼ってるんでしょうかね。まあこれを高いところに掲げてブランド表現をしようということかと思います。まあこういった施工が順次されているといった状況ですね。こちらは貼り付けるタイプのこういうシートですね。サムヤンの VAF といったこういう表現もありますし、あ、ここはサムヤンのロゴですね。これは大きい。前日の展開練習ということで、これ一遍ね、セキュリティのためにレンズはしまうんですけども、こんな感じで並べますというシミュレーションをやってるわけです。35150がここに来て、リマスタースリムが来て、あとはサムヤンの VAF シリーズですね。こんな感じで並べて、で、ここに春風先生が立って説明という感じですし、あとはこれは CP プラスでも行ったんですが、VAF のね、なんだっけ、これだよ、 1.7 枚のアナモルフィック、これのデモンストレーションをここのモニターで行おうということで、ここにプレート3をつけた三脚があるわけですが、カメラ2台並べて、通常とあとはアナモルフィックで 1.7 倍横長に引き伸ばしたものというのをここで見せようということですね。でさらにこちら側に回ってくると、トキナーのレフレックス3本、300、600、900と、あとは11、18というここにトキナーレンズがあって、でさらにこちらがツワイスですね。バティスのレンズを5本、 40mm、85mm がフロントエンドに来てますけども、18、25、135という風にこの5本を並べています。そしてここがレンズベビーの基本キットと、あとはユニバーサルエクスパンションパックの3種類ですね。ユニバーサルエクスパンションパックと、ユニバーサルエクスパンションパック with シェイプス、そしてユニバーサルエクスパンションパック with レインボーということで、これだけ並べて展開しようということですね。まあ、今回はですね、サムヤンリマスタースリムに関してはこうやって現品の展示ほか、
チラシを、専用のチラシを用意していたりということで、事前にかなり頑張った準備をしております。で、アナモフィックの、ね、レンズの VAF に関しては、ここで展示、実際に重さとか触っていただけるようにしなきゃいけないので一つあるんですけども、こちらのコーナーでもう一つですね、カメラに装着した状態で置きっぱなしで、実際にここに像が映ってる感じということになりますから、 VAF に関してはかなりもう気合を入れた展開という感じで今回行ってまいります。まあ、少しずつこうやって展示品が出てきてるわけですが、これはジーウンの B シリーズですね。スタジオ用ライトということで、ライトスタンドで固定して使うタイプなんですが、これワット数に対してサイズが非常に小さいということで、これで500ワット、まあ小さいですね。ファンがね、1箇所2箇所で反対側にもあるということで、3箇所ファンがあるというところがポイントなんですね。で、同じ筐体で300ワットで、さらに一回小さい筐体で200ワットと100ワットという風にシリーズが揃っているということなんですね。まあ、こういった具合でスタジオ用の LED ライトもアピールしていこうということです。そしてここがエグザプロのフィルターのこういったアピールの動画ということで、エグザプロのいろんな、これツインクルスター 4X ですね、 88X といったこういった動画を流したりとか、この奥は健康フィルターズということで、丸枠のフィルターメインになるかと思うんですけどもね、これはアナモフレアのイメージ動画ということなんですね。このようにですね、事前の展開練習というのが非常に重要で、このまま飾ったまま変えるわけにはいかないんですけども、本当に機材が届いていて並べられるかどうかというのをですね、チェックする必要があるわけです。図面で見てるだけとね、実際並べた感じ、現地で見た感じというのがまだ違うもんですから、こうした感じで実際並べてみること、非常に重要だと思います。で、私自身はこうしてひとまずセッティングした後、これをまた片付けて変えるということになるわけですね。でもインター B2024、 このようにですね、サムヤンは強力なラインナップがありますし、そしてアナモフィックレンズのデモンストレーションがこれだけ大きく撮ってますし、そしてこのようにトキナーやツアイス、そしてレンズベビーのオムニということで、このコーナー展開していこうと思います。いよいよインタービー2024、明日11月13日から最終日が15日ということで行ってまいります。ぜひ幕張メッセ健康トキナーブースはホール8ということですので、お越しいただければと思います。インタービー2024幕張メッセで開催ということですね。こういった幕張メッセの会場ということで、まあ、非常にCP プラスのパシフィコ横浜とかと比べると非常に大きいホールであるということがわかります。幕張メッセ国際展示場というふうにここにあるわけですが、ホールが全部で8ですからね。CP プラスの場合はホールが ABCD4 ホールですから、それに比べるとかなり大きいということがこのホールの数だけでもわかりますね。インタービー2024が行われるのは幕張新都心とありますけども、こちらですね、 JR 京葉線の海浜幕張駅からこの通路をずっと伝っていって、最後この国際会議場と幕張メッセ、ここですね。で、健康トキナーがあるのはこれ1ホールからこう並んでて8ホールなんで、この辺り入り口になるべく近いところでホールを確保しているということですね。田原英一のこのチャンネルでは、今回のようにですね、展示会の事前準備の様子みたいなのも動画にしております。よろしければ高評価、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。